K1 ジャパングループ年間表彰式、K1 アワーズ2022が2月1日、都内にて開催。タレントの山之内すずが、新人賞に輝いた、大久保瑠衣選手と、歌手の美川憲一が、ベストガールズ賞を獲得した、宮野真奈選手と共に囲み取材に応じた。今年で6回目の開催となる同表彰式では、K1 ワールド GP や、クラッシュ、ケイオスの3つのプロ大会と、K1 アマチュア大会すべての出場選手、全試合を対象に各賞を制定。最優秀選手賞、MVP や、観客を最も魅了した試合に贈られる、最高試合、ベストバウト賞など、全18部門を設けている。力強い男性には魅力を感じる。新人賞を受賞した、大久保選手は、去年プロデビューしたので、まだ1年経っていないのですが、ザ・マッチや、狼くんには騙されない、アベマ出演、初代クラッシュフライ級で優勝して、チャンピオンになったりと、心に残る1年でした。そんな1年に、新人賞を受賞できたことを嬉しく思いますと、喜んだ。大久保の試合を見た感想を求められた山之内は、映像越しから伝わる、熱気、客席のみんなを巻き込んで盛り上がっている様子がすごく、かっこよかったです。今日、初めて、大久保選手とお会いさせていただいて、普段はこんなにスラッとしている方が、リングに立つとあんなにパワフルな力を発揮するのかという、ギャップにも、魅力を感じましたねと絶賛した。これを聞いた大久保は、めちゃくちゃ嬉しいです、かっこ笑いとにっこり。また、強い男性は好きか聞かれた山之内は、力強い男性には魅力を感じます。なよっとしているよりは、強い男性の方がいいですねと答え、大久保選手を勧められると、やめてください、かっこ笑い。そういうんじゃないですから、と照れていた。次のスペシャルラウンド、スターは、氷川きよしか。美川と宮野の囲み取材では、2022年2月27日に行われた、K1 ワールド GP2022 ジャパン第3代、スーパーバンタム級王座決定トーナメントにて、美川が、スペシャルラウンド、スターを務めた話題に、当時を振り返り、美川は、K1 するところをボードを持って、歩くのは本当にきつかったわ。でも、お客さんの声援がすごかったので、良かったと思っています。癖になりそうねと語った。小林幸子、美川の次にふさわしいスペシャルラウンド、スターは誰かという質問には、私の後だからよっぽど枠が強くないとと述べ、記者が、氷川きよしの名を挙げると、いいかも。綺麗になったし、言っておくわ、かっこ笑いと笑みを浮かべていた。同表彰式には、タレントのデヴィ夫人、熊田曜子、渡辺美奈代、元格闘家の正人、レスリング選手の武藤敬司、清宮海斗、ポプテン専属モデルのレアパピコとケンズイレイ、ファッションモデルの古畑星夏、YouTuberのマコナコカップルも出席した。